アンドレアデ・チェザリス、アンドレアデ・チェザリス、アンドリアデ・セザリス、1959年5月31日から2014年10月5日は、イタリア出身の元レーシングドライバー。日本では、チェザリスと呼称される場合が多いが、デ・チェザリスが正しい名字である。クラッシュが多いことを揶揄され、コアシア、またコアシアと性をかけて、クラッシャリスと呼ばれることもあった。 2008年現在、第1において、未勝利者では、歴代最多出走回数、208回、歴代出走回数では13位、2016年シーズン終わりの時点である。また、リタイア総回数、連続リタイア数も第1位である。生涯完走率は34.1%に、過ぎない。完走率の低さに関しては、 マールボロからの個人スポンサーを受けていたことから、ドライビングに成長が見られなかった説や、会チームに在籍することが多く、マシンの信頼性が低さに苦戦したことも起因するという説もある。キャリア15年で、延べ12チームに在籍し、遺跡の多い、会一キャリアだった。フィリップ・モリス重役の息子という裕福な環境に、育ち、若い頃から、マールボロのサポートを受ける。 世界レーシングカートチャンピオン獲得後 F3 回2にも参戦。1980年代13戦カナダグランプリにてマールボロがメインスポンサーであるアルファロメオから回1デビュー。予選8位につけたが決勝はエンジントラブルでリタイア。続く最終戦アメリカ東グランプリではクラッシュにより序盤にリタイアとこの年の感想は果たせなかった。 アルファルメオ同様、メインスポンサーが、マールボロのマクラーレンへ移籍。第3戦アルゼンチングランプリにて11位、初完走を果たし、続く第4戦サンマリノグランプリで6位に入り、初入賞を記録した。しかしシーズンを通すと、全15戦中リタイア8回と多くのリタイアを起死し、第12戦オランダグランプリでは、予選13位ながら、決勝に出走できなかった。また、 高額なカーボンモノコックを初めて採用したマクラーレン m p 4一を何台も大破させたことがロンデニスの激輪に触れ1シーズン限りで解雇されたこの年はランキング18位となったデビューチームであるアルファロメオへと復帰行動コースの第3戦ロングビーチグランプリでは当時の最年少記録現在では歴代5位で PP を獲得したが 獲得が判明した時点から極度に緊張し、コックピットから出ることができず、チームがでチェザリスに対して、ブランデーとヒゲを剃るようにとシェーバーをプレゼントして、祝福することにより、出走することができた。決勝では1位走行中に、周回遅れのラウル・ボーセルに対して、邪魔だと右手の拳を上げ抗議したところ、シフトアップを忘れ、その隙に2キラウダに抜かれ、 勝利を逃した、で、チェザリスは2位走行中、ブレーキトラブルによるクラッシュで壁に衝突しリタイア。その後、第6戦モナコグランプリで3位に入り、初の表彰台を獲得。第7戦デトロイトグランプリでは、予選2位につける、決勝は、リタイアなど、行動コースで見せ場を作っていた。しかし、結果的には16戦中10回のリタイアを喫し、入賞は、 上記のモナコグランプリと第8戦カナダグランプリでの6位のみとなった。ランキングは17位。開幕戦ブラジルグランプリにていきなり予選で失格処分を受ける。しかしその後は予選で3位、グリッド、決勝で2位表彰台をそれぞれ2度獲得した。また第6戦ベルギーグランプリでは自身初のファステストラップを記録している獲得の速さは 歴代6位。入場は2度の2位のほか4位に1回であり、ランキングで8位となった。しかしこの年も14戦中9回と多くのリタイアを喫していた。ただしこの年のリタイアの原因は大半がギアボックスのトラブルによるものだった。その後何年経ってもクラッシュやリタイアが減らなかったことから、デチェザリスのイメージは次第に洗いが早いから。 早いが荒いに変化していくことになる。1984年からは、リジェニー席。序盤25位6位。各1回ずつの入賞を果たすが、その後は入賞できず、ランキング16位。この年は16戦中9回のリタイアであった。残留したものの、開幕戦ブラジルグランプリから3連続リタイア。得意とする行動の、第4戦モナコグランプリで3位に入り、 ここから3連続完走となるが、以後は再び、リタイアを連発。特に第9戦ドイツグランプリ、第10戦オーストリアグランプリと連続で、クラッシュにより、マシンを大破させたことが、オーナーのギリジェの激凛に触れ、第11戦オランダグランプリをもって解雇。このレースでも5戦連続かつ、シーズン8度目のリタイアを起死した。ランキングは17位。 1986年はミナルディから参戦するが、競争力が低く、本来得意とする第4戦モナコグランプリでは予選落ち。また元りモデルにエンジンの信頼性は皆無であり、決勝進出した15戦中、10戦連続を含む、計1 4度のリタイアを期した、同僚のアレッサンドロナニーにも完走は1回、のみだった。唯一感想した第15戦メキシコグランプリも8位で、あり。 この年は、ノーポイントに終わった。1987年はブラバムに移籍。第3戦ベルギーグランプリでは、残り1周で燃料切れを起こしながらも3位、表彰台を獲得した。4年ぶりに表彰台に立つが、以後12戦連続リタイア。結果的に、計14回のリタイアを起死した。ランキングは14位。新規参入のリアルに移籍。行動の 第6戦デトロイトグランプリで4位に入り新チームに3ポイントをもたらす。第9戦ドイツグランプリでも速さを見せる一幕もあったが、最終的には16戦中11回のリタイアとなった。ランキング15位。スクーデリアイタリアに移籍。雨の第6戦カナダグランプリでは3位表彰台を獲得した。入賞は一度のみで、ランキング16位ながら、 この年は決勝に進出した15戦中リタイアは6度となり3戦10年目、フル3戦9年目にして初めて完走したレースが半数を超えた。しかし第5戦アメリカグランプリでは2位を走行していたチームメイトのアレックス・カフィと接触しカフィをリタイアに追い込む一幕もあった。1990年は開幕戦アメリカグランプリで予選3位となるが決勝はリタイア。 その後も、計16戦中、5戦連続を含む12回の、リタイア、各1度の失格、予選落ちと結果を残せなかった。完走した2回中、最高位は10位であり、4年ぶりのノーポイントに終わった。1991年は、新規参入のジョダンに移籍した。この年のデチェザリスは、安定した走りを見せ、第4戦モナコグランプリでの予選10位。 第5戦カナダグランプリからの連続入賞など、シーズンを通じ4度の入賞を果たしチームの躍進に貢献した。特に第11戦ベルギーグランプリでは一時2位を走り、トップのアイルトンセナの背後にまで迫ったが、エンジンブローに見舞われる。この年は6度のリタイアがあったが、そのうち5度はマシントラブルであり、ドライブミスによるリタイアは日本グランプリのみだった。ランキングは9位。 1992年はティレルへ移籍。チームメイトのオリビエ・グルイアールが1ポイントも獲得できなかったのに対し、デチェザリスは日本グランプリで4位入賞を果たすなど堅実な走りを見せ、4度の入賞で計8ポイントを稼ぎ、チームをランキング6位に導いた。自身のドライバーズランキングは9位。リタイアは16戦中8戦あったが、うち6戦は、 マシントラブルによるものであった。残留したものの、3年落ちのマシンに苦しみ、定位置にあえぐこととなる。第9戦イギリスグランプリから新車レニーチが投入されるも、状況は変わらず。リタイア8回、失格1回、周回不足1回で完走は6度のみであり、最高位は10位と3年ぶりのノーポイントに終わる。リタイアしたレースのうち、アクシデントによるものは2度のみで、 大半はマシントラブルだった。チームメイトの片山右京もノーポイントであり、水タンク事件で全ポイントを剥奪された1984年を除けば、ティレルチームは創設者年度の1970年以来のノーポイントだった。この際は終盤参戦に戦したのみ。第四戦モナコグランプリには出場停止処分を受けていたエディアーバインの代役として、 ジョーダンから参戦、急遽出走したにもかかわらず4位に入り、ストリートコースでの強さを発揮した。その後第6戦カナダグランプリより、モナコグランプリで負傷したカール・ベンドリンガーの後任として、ザウバーからレギュラー参戦、第7戦フランスグランプリでは6位に入賞した。ただしその後はリタイアが続き、第14戦ヨーロッパグランプリが最後の F1 となった。 引退後は、為替トレーダーとして、成功を収めていた。2005年、往年の名選手たちを集めて行われた第1回、グランプリマスターズ大会に出場、4位の成績を収めている。2014年10月5日、ローマの環状道路で、オートバイ事故のため死去、去年56年、フィリップ・モリスの重役の息子であったことから、一貫して、マールボロのサポートを受けていたが、 唯一1993年だけは、レーシングスーツに、マールボロのロゴが入らなかった。これは、同年に在籍した、ティレルのチームメイト、片山右京が日、日本の JT、日本タバコ産業をスポンサーとして持ち込んでおり、キャビンブランドとのバッティングを避けるためであった。この頃は日本においては、マールボロの製造、販売は JT が行っていたことも中期しておく。しかし、 この年チェザリスは、マールボロのサポートが止まったわけではなく、ロゴの形質は控えながらもチームへのスポンサーフィーの持ち込みは行っていた。スポンサーバッティングの解消した翌年以降は、再度、マールボロのロゴをつけた、レーシングスーツヘルメットを着用していた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。